こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションパンデーロ編。この動画ではサンバファンクというリズムについて解説します。サンバファンクとは一言で言うとサンバのリズムとファンク、特にドラムのバックビートですね。の2つを融合させたリズムになります。アイデアとしてはめちゃくちゃシンプルというか簡単なものなので、少し叩いてみますので聞いてみてください。ワン、ツー、アン、アン、アン。はい、いかがでしょうか。タカシタ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 というですね、まあ、サンババツカータのような2拍子感とバックビートがあることによってファンキーなドラムの16ビートとも取れるようなリズムだと思います。では早速叩いていきましょう。まずバツカータの時にやりました1、2、3、4、1、2、3、4、1と4にアクセントをつける叩き方で、今回は両方ともベーストーンで叩きます。次にこのベースをキープしながらスラップでバックビートを入れます。はい、親指側から始めていますのでスラップの位置で手順が逆転しますね。1、2、3、4、1。ここで4、1が中指スラップとなります。このまま続けていくと1、2、3、4、4が、親指側になったので、ここでもう一回親指を連続で叩いて1、ここで戻ります。1、2、3、4、1、2、3、4、1。ゆっくり一緒にやってみましょう。1、2、せーの。はい、できる人はもう少し速いテンポでやってみましょう。1、2、せーの。スラップが表の位置にあるので、実は中指側から叩いた方が、もうずっと順手でいけるのでですね、実は手順的にはこっちの方が楽です。ただこのサンバのリズムから派生していると考えると、親指側から叩いた方がですね、やっぱそのニュアンスに近い感じになります。では次はこのサンバファンクをもう少し複雑なリズムパターンにしてみましょう。今リズムのエッセンスとしてはですね、2拍子感とバックビート、この2つがあります。これに、サンバなのでもう一つ、シンコペーションがありますよね。これを加えていきます。例えばパルチードアウトのシンコペーションを考えますと、ドパッチトゥ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 ド、このシンコペーションをさっきのサンバファンクのどこかに組み込めないかなと考えます。前半部分のドッパっていうのが、結構特徴的なので、これをリズムに落とし込むと、だったり、両方ともですね、ベースドッパっていうのを両方ともベースにして、
こんな感じで新しいリズムパターンを作り出すことができます。またはドパッドドパッドドの後半部分ですね。ウパッドド、これをですねリズムパターンに組み込むと、このようにウパッドパッというリズムになったり、これをベースにして。このように作ることができます。新しいリズムを作り出すという時ですね、最初のうちはこう頭と手がこんがらがってしまうかもしれません。そんな時は一回紙に書き出して、分かりやすくしてみるのもいいですし、まあ僕がやってるのはですね、まず口で歌うということ。サンバファンクのリズム、ドクチとパクチとドクチとパクチとと、パルチドアウトのリズム、ドパッドドドパッチドドパッチドドパッチドド。まあこれをですね、歌いながら、まあいい感じに合わさらないかなと思いながらですね、ドクチッとパッチッとドクチッとパッチッとパッチッとドクパッチッとドパッチッとパッチッとドクチッとパッチッとドクチッとパッ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 チッとみたいなフレーズが口で浮かんだら、それを手で叩いてみる。まあ、手順的に難しい時はもちろんあるんですけれども、それはいくらでも簡略化できますので、まずは作りたいリズムのイメージ。イメージを口で歌ってみる。パッドドドパッドドパッパッパッドパッ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 。あ、これだっていうのが、ひらめきましたらですね、まあ、書けたら紙に書いてみる。パッ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 パドントンパチパチクトゥチパドントンパチパチクトゥチパドントン。で、今度は楽器で叩いてみるっていうことを、おすすめします。はい、というわけで今回はサンバファンクのリズムについて解説しました。もうここまで来るとですね、正直何か基本の型を覚えて練習するというよりかは、今まで培った、基本の型を組み合わせて新しいものを作るだったり、基本の型をさらに発展させるといったレベルの高い話になってきます。もしかしたら難しいなと感じる方いらっしゃるかもしれません。ただここがですね、分かると音楽の一番面白いところ、想像するところなので、ぜひですね、ここにたどり着けるように、ゆっくりからでいいので、過去動画も見直しつつやっていけば必ずたどり着けるステップなので、じっくりとゆっくりとやってみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。